はいどうも、J2 沼チャンネルのつつんですと、ということで、さあ今回 J2 の振り返りの方ですけどもね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと。いうことで、長崎と大分のゲームに関しては、動画概要欄にあるメインチャンネルの方から、レビューの方よろしくお願いいたしますと、いうことには、なってきますが、さあ、後半戦のスタートというところでございます。まあこのね1週間、まあ、J2 の方はですけどもね、まあルヴァンカップ清水とか、ジュビロの方はルヴァンカップがあったわけですけども、こっからもうルヴァンカップがジュビロもね清水もなくなるんですよね。で昨年は大分と徳島がルヴァンカップに出ていて、前半戦苦しんでルヴァンカップ終わった後から徳島も大分はもう急激にこう調子を上げていったみたいなところもありますんで、ジュビロと清水こっからね上がっていくんじゃねえかなと思うんですよね。さあまあ上位のクラブからしたらですけどもね、このジュビロ清水の存在もやはりちょっと意識せざるを得ない状況に今後なってくると思うんですけど、さあ、まずこの試合の振り返りをやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと、いうことで1個宣伝ですね。1個宣伝ということで、多分明日かな、明日ぐらいに動画上げようと思ってるんですけどもね、明日か明後日かぐらいに、まあ、今週中には、上げようと思ってるんですけども、まあ、J2 前半戦表彰と、いうことで、まあ、ベスト11とか MVP とかなんかその辺の話をですけどもね、やっていく動画上げますんで、よかったら、そちらも今後よろしくお願いいたしますというところと、チャンネル登録をして、お待ちをというところには、なってきますんで、てこでございます。1つ宣伝でございました。さあじゃあこの試合、今回の試合の、結果の方を振り返っていきましょう。まずこちら、秋田藤枝が、3得点で勝利ですね。もう秋田は徹底してロングボールでやってきたというところなんですけれども、渡辺亮選手が得点決めましたね。まあやっぱりこの渡辺選手の存在っていうのが藤枝を前半戦引っ張ったのはこれ間違いないんでね。でまあ、藤枝の僕はファンタジスタって言ってやっぱ横山選手のイメージがあるんですけど、この10番、藤枝の10番、横山選手の、ゴールもあったというところ、まあ、だから前半がだからね、2-1か、2-1で前半折り返すんだけども、のこの後半の立ち上がりに、横山選手が得点決めていますんで、秋田からしたらですけどもね、こう後半の、出花をくじかれた、そんな展開だったんじゃ、なかろうかというところには、なってきます。まあね、青木、斎藤中高、2トップも、なかなか脅威であったんですけれども、ね、難しかったから秋田からしたらですけどもね。で、この試合、シュートの本数で言うと、藤枝が19本打ってるんですね。藤枝、シュート19本打って、枠内が15本も、放っているんで、まあ、それやっぱそんだけね、シュートになって、枠内に飛ばせば、まあやっぱ3点ぐらいは入るというところで、秋田からしたら、もっとこのね、シュート打たれる前に、なんとかしたかった、そんな展開だったんじゃなかろうかっていうのは、思いますけどもね。はい、そして大宮、いわき、まあ、これ裏天王山と言われていましたけれどもね、結果としては1-5、割とこの敗戦のショックっていうのは、大宮でかいんじゃないか、これ差が広がっちゃいましたもんね、ちょっとね、いや悔しいとかそういうレベルの話じゃないと思うんで、正直ね、まあ、大宮から次第1つ上の存在なんですね。まあ、最下位の大宮、そして1個上のいわき、どっちもねこの降格圏内に沈む2チームなんで、まあ、もちろんこれ、ね、力の差としては拮抗してんじゃないかとか思うところあったんですけども、まあ、1つしか順位が違わない、で同じね残留を争っているライバルとの差がこんだけ出たかというところで、まあ、もちろんね、いわきの方が監督交代もあってですけどもね、まあ、ちょっと選手のモチベーションという意味では高かったのかもしれませんし、この試合、谷村選手がサイドハーフで先発していたんですよね。で、有田選手もサイドハーフというところなんで、若干形と狙いも変えてきたイメージがあります。で、これまで使われなかった選手も何人か、先発で使われていますんでね、ちょっと今後のね、いわきの戦い方っていうところはね、注目していこうと思うんですけども、まあ、ちょっとこのね、敗戦は痛いよな、どう考えても大宮からしたらですけどもね、まあ来シーズン、まあまだ分かりません。正直ね、高額の枠っていうのがですけどもね、うん、正直どうなのか分かりません。っていうのも、まあなんかも言ってますけど、ライセンスの問題ですよね。うん、J リーグはどうしてもね、ライセンスの問題でね、これ、昇格を、逃すとかそういうクラブありますんで、ちょっと今後ね、どうなのか分かりませんけども、しかし、まあこの敗戦というのは大宮は相当ダメージがでかいんじゃないか。そして、まあいわきからしたら得失点差も稼ぐことできたんでね、まあ希望が見える、そんな勝利になったんじゃないかという感じがしておりますけどもね。はい、で次、甲府岡山というところにはなってきますが、ここはドローですね、スコアレスドローというところでございました。まあ岡山もなかなか勝ちきれないゲームがついておりますけどね。で、まあ、クロスチャンスがこの試合どうも、両者多かったというところになってきますけども、まあゼロゼロ、まあ両者ともね中で仕事できる選手がいますんで、そこでなんとか仕留めることができればよかったんでしょうけれども、というところの結果には、なってきます。まあ両者ともですけどもね、昇格を狙う、2チーム、岡山は本当ここからね一つも負けられない
回このトーナメントみたいな感じでね、岡山をやっていかないと厳しいんじゃないかっていうのはありますけども、その後半戦一発目のゲームで引き分けるというところなんで、岡山ね、どうなんだろうな、今後ね、なかなか今シーズン難しいですよね。個人的にはね、昇格候補とか優勝候補にはしていたんですけれども、なかなかここまで調子が上がってこない、まあ、大事な後半戦一発目のゲームだったんですけれども、というところにはなってきます。まあね、本当、両者ともですけれどもね、シュートの本数が甲府が14本で枠内が8本で岡山が11本で、枠内が8本なんで、まあ、両チームともしっかり放ったシュートは高い確率で枠には飛んでいるんですけれども、最後決め切ることが、できるというゲーム展開でございましたが、まあ、ここからね、両チームとも、昇格を目指すという意味ではどっちかが勝ちたかった、まあ、ここまで来たらですけれどもね、もう後半戦は内容よりも結果中ゲームがね、続いていきますんで、さあここから次、勝ち点3を早くね後半戦、積み上げることができるのはどちらかというところには、なってきますが、まあ何にせよ岡山はとりあえず連敗を止めることができたんでね、まあ前向きに考えるのであれば連敗を止めることができたんで、ここからまあ、復活というところは注目してみていこうと思うんですけどもね。で次、水戸町田というところには、なってきますけどもね、水戸町田ドローですね。やっぱり町田の課題ですよね。ボール持った時にじゃあどういう風に、やっていくかというところはね、町田の課題には、なってくるんですけども、この試合もドロー、まあ、栃木戦もね苦しんだ、町田にはなってくるんですけども、この試合も苦しんだようでございます。でシュートの本数では水戸が上回っているんですよね。ボール支配率は町田が 59% なので、まあ、約6割、持っているわけなんですけども、しかし支配率で言うとですけどもね、水戸が 41%、 しかしまあシュートの本数は、水戸が上というところなので、やっぱ町田からしたら今後もし町田が、ね、落ちていく、ちょっと調子を崩すことがあるとすれば、このやっぱボール持った展開で、苦しむ、これは今後あるんじゃないかというのは正直、思いますんで、ね、まあ、本当水戸とか栃木の試合っていうのが町田からしたらですけどもね、やっぱり課題になって、他のクラブからしたらこの町田の攻略法の、一つじゃないか、まあ長崎には、ね、対象しているわけなんですけども、しかし今栃木とか水戸とか自分たちでボール持たないチームですね、もう、ボール保持率気にしないというチームは、町田さんボール持ってくださいみたいな、チームはやっぱりね、町田は苦しむ、本当そういう相手は苦しむんで、後半戦これがちょっと町田の、ね、足元救われる、要因にならなければいいなというのを思ってますけど、本当町田はね、まあ、正直エリキとかね、ミッチェルドゥークとか、ね、平川選手がいるんで、ね、この力で殴るみたいな、こともできるんですけれども、この試合勝つことが、できるというところでございましたね。はい、そして次、栃木山口でございますけれども、まあ、やっぱりね、監督就任で注目が集まる山口でございますけれど、この試合もなんとか勝ち点は持って帰ることができた。しかし、まあ、栃木もですけれどもね、残留争うライバルなんで、まあ、両者ともですけれどもね、まあ、両者とも勝ちたかった、ほんと6ポイントマッチの色合いが濃かったチームには、対戦にはなってきますけれども、この試合、レノハは河野選手をインサイドハーフで起用していたんですよね。ちょっとこれ意外でしたよね。なんかやっぱワントップとか攻撃的な、もう一列前のイメージがあるんですけどもね、河野選手がインサイドハーフでプレーというところでございましたが、まあ、両者とも勝ちたかったでしょう。本当に、ね、6ポイントマッチ中、位置づけになりますんで、勝ちたかったゲームでございますけれども、結果は、ドローでございました。まあ、数字的な話をしていくとですけどもね、栃木がシュート本数11本で枠内が8本で、山口がシュート本数8本で、枠内5本で、ポジション率はやっぱ山口が 60% 超えているんで、まあ、監督がやりたいサッカーっていうのは、まあ、体現はできていたんだけれども、最後決め切ることができなかった、そんな感じのゲームじゃなかろうかっていうのは、ありますんでね、まあやっぱこれからね、多分次の試合ぐらいから本領発揮っていうのは、期待したいところには山口もなってきますけれども、まあ何にせよやっぱね、こう監督就任後、まあ、S ナイデル監督就任後ですけどもね、もう固定して使われてるメンバーも何人かいますんで、そういうね、選手を中心として今後どんだけやっていくことができるかどうか、まあこの 4-3-3 システムというところですけどもね、まあ本当大槻選手とか吉岡選手は結構出番が多い選手にはなってきますんで、こういう選手ね、本当監督がやりたいサッカーを体現できる選手だから使われていると思いますんで、ちょっと今後ね、こういう選手がチームを引っ張っていけるか、どうかというところは注目してみていこうと思ってますけどもね。はい、で次のゲームがどこに行った、票がよく飛んでしまうな、次のゲームが、山形ヴェルディ、山形ヴェルディは 0-2 で、ヴェルディが勝利ですね。まあこれでだから山形連勝ストップというか、まあ黒星か、15節以来の7試合ぶりの黒星ですね。まあチアゴアベスも抑え込まれてしまいましたね。得点ランキングではもうトップにいる、チアゴアウベスも抑えられてしまったというところ、まあ、ヴェルディもですけどもね、この試合も結構シュート放ってますもんね。ってことで考え
考えていくと、まあ、ベルディもですけどね、ここから十分、優勝争いも狙えるんじゃないか、ちょっと町田が今後どうなるかちょっと読めなくなってきた感じが、しますんで、ちょっとね、ベルディの今後、まあ、本当名門復活っていう意味ではですけどもね、このベルディの復活を待ってるサポーターの方々もね、これは、まあ、他クラブにもいるでしょうし、ちょっと今後ね、上がっていけるかどうかというところはちょっと注目してみていこうと思いますけどもね、はい。ジェフ千葉大分、長崎、金沢に関してはもう別に動画を上げてますんで、そちらよろしくお願いしますと、いうところ、仙台、徳島、仙台、徳島はドローでございますね。1-1と、いうところでございます。ホヨンジュンが決めてくれましたね。まあ、この選手が今シーズンどんだけやるかみたいな、ところ、フォワードのところ、本当は核になるべきね、選手のはずだったんですけども、なかなか苦しんでいたホヨンジュン選手の、ゴールで先制するんだけれども苦しんだホヨンジュン選手のゴールもあって、ね、本当はそこで勝ち切れれば彼も乗っていくことができたんでしょうけど結果としては勝つことが、できるというところ、まあ、徳島もやっぱしぶといですね。特には森選手の調子が最近非常に良いというところ、ちょっとね、前半というか、そのシーズン前半の方はですけどもね、苦しんだ森海斗選手も最近ゴール決めてますし、まあ、8点ですかね、今シーズンね。まあ、前半戦ね、2桁ゴールに近い数字を、残していますんで、後半ボルティスが上がっていくには、この森選手の、活躍っていうところもね、一つ鍵にはなってくるでしょうし、あと徳島からしたら、この既存のメンバーをどんだけ残すことができるかどうか、やっぱガンバとかね、まあ、ポルティス監督のサッカーに合いそうな選手を狙ってくる可能性もゼロではないですし、正直ガンバ以外でもですけどもね、ガンバ以外でもちょっと狙われそうな選手って何人かいますんで、特にね、3バックの左阿部選手とかもそうですけどもね、この辺が狙われていてもおかしくない、白井選手とかどこでも欲しいね、チームが多いんじゃないかっていうのは思ってますけども、さあ、まあ、徳島の、ね、夏場というところもですけどもね、主力残せることができるかどうかちょっと注目してみていこうと思ったクラブの一つでございますけどもね、はい。で、次が、岩田か、ジュビロ岩田、熊本のゲームは岩田が 0-2 で勝利と、いうところでございました。まあ、ドゥドゥ選手、山田選手のゴール、まあ、前半10分でだからゲームが決まってしまった、展開です。まあ、熊本もですけどもね、やっぱね、なんだかんだ石川選手が離脱後もですけどもね、粘っておりました。粘っていたんですけども、この試合は攻撃陣が、沈黙でしたね。ただやっぱこれ、アンダー世代の活躍で言うとですけどもね、道脇選手の活躍っていうのが、これは熊本まで届いてると、思います。まああのロアッソもですけどもね、相原選手の活躍っていうのは石川選手の分もね、注目期待されていくんですけれども、しかしこの試合沈黙というところ、まあ、やっぱ1巡目の熊本ね、あんだけ主力が引き抜かれながらも本当粘った熊本には、なっていますし、まあ、プレーオフ争いっていうところを考えた時にはね、このジュビロっていうところは、叩いておきたかった、そんな感じじゃなかったと思いますけれども、勝つことが、できず、そして最初も言いましたけど、ジュビロに関してここからルヴァンカップなくなりますんで、まあ、上がっていけることができるかとか、まあ、日程面に関しては前半戦よりもですけどもね、結構緩やかになりますんでね、ジュビロ今から上がっていく可能性があります。さあ、ちょっと J1 中復帰できるかどうかっていうところは注目してみていこうと思ってますけどもね、はい。で、最後、群馬、清水でございますけれども、ドロー、なんか群馬と清水、このね、2チームっていうのは相性が、群馬からしたらいいんですかね、清水からしたらちょっと苦手意識も、あるかもしれませんが、この試合、北川、ダブル北川のゴールと、いうところでございました。で、この試合、左に佐藤選手持ってきて、右に山中選手を群馬は、置いておりましたね、確かですけどもね、僕の見間違いじゃなかったですけどもね、左佐藤、右山中と、ね、いうところでございましたけどもね、まあ、本当はいつも逆のはずなんですけどもね、この、まあ、両サイドハーフには、なってきますけども、で最後のところですよね、あの串引選手の好セーブ、あれがだからね、あれでなんとか勝ち点を、ね、最低限1で持って帰ることができた、まあ、持って帰るというか1でも得ることができた要因じゃなかろうかっていうのもありますし、でやっぱ清水に関してやっぱ勝ちたかった、なかなかやっぱ乗れてませんもんね、一時期こう連勝街道があってね、もうアホみたいに強かった時期もあったんですけど、ちょっと調子を清水も崩している、印象があります。ちょっとこれまでのようにですけど、一時期のような勢いを完全になくなっていますんで、ちょっとね、耐え時かな、ここから秋田、長崎中ね、大事なゲームがついていきますんで、清水がどんだけ勝ち点を伸ばすことができるかどうかというところはちょっと注目してみていこうと思いますけどもね、はい。ってことで、あとは最後順位表ですね。これ前者振り返ったんで、最後、順位表の確認というところには、なってきますけども、まあ、ね、上位陣、大分とね、ゼルビアが、まあ、勝てなかったというところ、引き分けたっていうのはこれ結構でかいですよね。まあ、下から、追いかけてくるチームに関してはですけどもね、まあ、下のクラブからした勇気が出るこの、上のチームのドローじゃなかろうかというのはあります。だからまあ、首位のゼルビアまだ抜けてますもんね、勝ち点47で、まあ、自動昇格圏内で言うと、まあ、7ポイント
イント差、リードしている、まあ、3位から下がプレーオフにはなってきますんでね。ってことで考えるとベルディが、ね、2位自動昇格圏内と差を詰めて長崎も、差を詰めておりますんで、長崎、ベルディ、大分というところ、ここはやっぱりまあ2位争いを、今後盛り上げていくんじゃなかろうか。で5位の甲府に関しては現在勝ち点が36で、これがだから ACL までどんだけ勝ち点積み上げることができるかでしょうかね。もう理想を言えば、ね、ACL が始まる頃には自動昇格圏内に一体、もしくは自動昇格圏内と1ゲーム差のところにいたいんじゃないかというのは感じてますけど、さあ、まあ、甲府の、で今後の勝ち点どういう風に積み上げていくかも注目にはなってきますし、ルヴァンカップが終わった、ね、ジュビロ清水、この辺が今後どういう風に、エンジンをもう一回かけ直してくるかというところも注目してみていこうと思いますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上 J2 のまチャンネルのつっつんでした。よかったらチャンネル登録します。